ロイヤーはドイツの画家である。ドイツにおける印象派の画家の初期の一人で、機関車の絵を描いたことで知られる。バーデンビュルテンベルク州のシュベービッシュグミュンとの近才育士の息子に生まれた。シュトットガルトの工芸学校で学び、1883年まで、シュトットガルトの美術アカデミーで学んだ後、ミュンヘイン美術院で学んだ。1886年にシュトットガルトに戻り、 ヌードや夜の街の情景などを描きながら自由に暮らした。その後、高速で走る機関車に魅せられ、工業時代の産物を描くことになった。高肉ファクゼンフェルト男爵がパトロンになり、プロイヤーの描いた絵を買い上げ、先祖から受け継いだ城に飾られた。20世紀後半に男爵の城が公開されると、多くのプロイヤーの鉄道会話が公開されることになった。プロイヤーは、 ドイツ画家協会の会員であった。オットー・ライニガー、クリスティアン・ランデンベルガー、ハインリ・ヒフォン・ツユーゲルラと並んで、ドイツにおける印象派の画家の一人に数えられる。1927年に47歳で結核で亡くなった。ありがとうございます。